はい、こんにちは、レトスノーノです。8月1日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。8月に入って試験まであと2ヶ月ちょっとですね。そろそろ模試を行う時期に入ってきました。そして昨日短期講座受講していただいた方については、短期講座の内容を先に行っていただいて、その後模試に入っていく流れがいいと思います。そしてですね、市販の模試あるんですけども、やはり市販の模試っていうのは解説が薄いんですね。結果的に自分で調べないと実力が全くつかないです。自分で調べるとなると時間効率が非常に悪いんですね。また調べるにしても、何を調べたらいいのかわからない、どこまで調べたらいいのかわからない、こういった課題にぶち当たっちゃうんですね。予想模試の目的っていうのは3つあります。まず4択問題に慣れる、もう一つが解けない問題を見つける、で3つ目がさらなる実力アップを図る。この3つなんですけれども、市販の予想模試だと4択問題になれるっていうことと、まあ、解けない問題を見つける、これは可能です。ただこのさらなる実力アップを図る、これがやはり難しいんですね。自分自身で理解学習をやらなきゃいけないから、これがなかなか難しいんですよ。一方で弊社の予想模試っていうのは、これら全てを満たすように作成しております。そのため解説は細かくて、関連ポイントや考え方、答えの導き方まで記載しているので、調べることも少ないです。また、ご質問いただければ解説いたしますので、実力を上げたいというのであれば、ぜひ弊社の予想模試をお試しください。予想模試については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。A は B に対する金銭債権を C に譲渡した。C が B に対して譲渡通知をした場合、C は B に対して自分が債権者であることを主張できる、丸か×かという問題です。この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から URL ご確認ください。答えはこれ×ですね。自分 C が債権者であることを債務者 B に主張するには、債務者 B の承諾もしくは譲り渡しに A から債務者 B への通知が必要なんですね。本文のように譲り受け人 C が債務者 B に通知をしても意味がないんですよ。なので今回は誤りなんですね。今回譲り受け人 C が B に通知しますよね。 C が B に通知をしたので、これ意味がないんですね。なので今回は誤りだということになります。で、実はこれには理由があるんですね。なんで C が B に通知をしても意味がないのかというところです。で、この点については少し長くなりますので、個別指導でお伝えいたします。で、理由付けっていうのは合格するためのもう必須の勉強法なんですね。なので、ここでお伝えしようとしているこの理由ですね。これがすごく重要になってくるんですよ。こういったところをちゃんと頭に入れているかいないかで、本試験で引っ掛け問題に、引っかかる人と引っかからない人が出てきたりするわけなんですよね。だから応用問題でもちゃんと解けるようにするには、こういった理由付けっていうのはすごく重要になってきますので、こういった部分がわからない方は自分自身で調べて理解をするってことをぜひ行ってください。で、まあ、この動画で、ね、まあ、たまにですね、理由付けについてお伝えはしてるんですけども、やはりここでお伝えをするだけでは少ないんですよ。多くの問題でやはり理由付けって必要になってくるので、そういった部分はもうぜひですね、自分自身で調べてください。それやらないといつまで経っても点数伸びませんので。で、民法で言えば、弁護士さんのサイトだったりとか、まあ、行政書士さんのサイトだったりとか、あと法律事務所のサイトとかですね、まあ、そういったところで、調べるっていうのがいいと思います。もしくは民法の、解説書みたいなのがありますので、まあ、そういったもので調べるっていう形ですね。宅建の教材ではですね、正直、理解学習に必要な部分まで書いてありませんので、まあ、これ予備校の教材でも一緒ですよ。なので、今言ったようなところでちゃんと調べてですね、勉強してください。もしあなた自身がそれをやっていないというのであれば、おそらくですね、もうそれ理解できていない証拠なので、ぜひそういったものを使いながら勉強していただければと思います。もちろん時間かかりますけども、それやらないと、全然点数上がりませんので、注意しましょう。で、問2に入る前に、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンクリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。で、問2に入ります。買い主がクーリングオフによる売買契約の解除を行う場合は、宅建業者である売り主に対して、国土交通大臣が定める書式の書面を持ってその意思表示を行わなければならない、丸か×かという問題ですね。答えは×です。クーリングオフにおける契約解除は書面で行わないといけません。その際の書面について書式は定まっていません。
したがって今回の問題文、国土交通大臣が定める書式、これが誤りです。書式は定まっていませんので、まあ、とりあえず書面でクーリングオフによる解除をしますよっていう意思表示をすれば、それで撤回することはできます。で、申し込みの撤回なんですけれども、これは書面を発した時、つまり発送した時ですね、書面を発送した時に効力が生じますんで、この点も注意してください。これは以前の動画でもお伝えした内容です。注意してほしいのは、到着した時に効力が生じるわけではないということですね。この点をちゃんと頭に入れておきましょう。問3ですね。建築基準法。建築基準法の規定が適用された際、現に建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、道路の境界線は現在の道路の境界線とみなされる。丸か×かという問題です。これ答え×なんですけど、これ非常に内容を理解しづらい内容なんですね。で、これ言葉にするとですね、本文は、道路の境界線は現在の道路の境界線とみなされる。まあ、ここが誤りなんですよ。境界線はどこかというと、道路の中心線からの水平距離が2メートル。この部分の線が道路の境界線とみなされるんですね。これセットバックって言うんですけども、これ文字にするとですね、すごくわかりづらいんですね。なので、別途動画にいたしました。この問題の内容だけじゃなくて、関連ポイントも合わせて解説しております。まあ、このように関連ポイントも一緒に勉強する勉強法。まあ、これつなげる学習って言ってるんですけども、これも効率的な勉強の一つなので、ぜひですね、行っていきましょう。で、別途動画については、この動画の下の概要欄の方に URL を貼っておきますので、そちらからご確認ください。また、初めにもお伝えをした通り、予想模試、本日から販売開始となります。この予想模試についても、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。残り2ヶ月半、一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。